こんにちは、グレートランド響きです。本日はですね、雰囲気系、雰囲気抜群、グッドフェードな9選となっております。いいねしていただいた上で、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、1着目、サイプレスヒル、久しぶりですね。サイプレスヒル自体が結構久しぶりと思います。でバックプリントもグリーンと、ブラックに、グリーンの T シャツっていいですよねっていうのを、まあ、過去、僕と社長で説明っていうかね、話してたと思うんですけど、もちろんいいんですけど、これに関してはフェードの感じっていうのにね、ちょっと着目していただきたいと。大きく分けて真っ黒なボディ、そして、ややフェード効いてる感じのボディ、そしてがっつり色落ちて、まあ、グレーに近くなってるボディと、まあ、3つあるんですけど、この T シャツに関してはその中間のフェード具合の中でもものすごくかっこいいフェードなんですよ。何かっていうと、パッと見た時にね、まあ、特にこの黒い、僕のこのパンツとかと比較してもらうと分かるんですけど、パッと見た時に黒の色落ちが結構視認ができる、できるんですけど、単品で見た時はそこまで色の抜け方が気にならないっていう、もう絶妙な感じなんですよね。で、まあ、こういうのがまさにヴィンテージ T シャツの醍醐味なのかなと思うんですけど、この絶妙な感じのフェードのボディに対して、まあ、相性がすごくいいグリーンのプリントで、フロントプリントは結構くすんだような感じにグリーンが見えると思うんですよね。で、この T シャツバックプリントは緑が結構、まあ、明るめのカラーで入ってるんですけど、まあ、見ていただくと分かるんですけどね、ところどころかすれてるんですよね。で、こういう雰囲気っていうのが結局加工じゃ、まあ、出せないというところで、パッとこう平置きの写真で見たら普通の、まあ、黒の T シャツに見えちゃうかもしれないんですけど、まあ、この雰囲気っていうかフェード具合っていうのは実は結構ありそうでない T シャツです。はい、でポリグラムの XL とサイズ感も申し分なしですね。はい、まあ、この辺はまあ、サイプレスヒルお好きな方はもちろんですけども、雰囲気のいい T シャツで、ある程度年中1枚でもそうだし重ね着でも着れるサイズ感ないしデザインの T シャツを探してるって方にはぜひともおすすめしたい一着でございます。よろしくお願いいたします。はい、続きましても、グリーンですね。はい、まあ、グレートランドとしては最近推しております、グリーンのプリントの T シャツ。はい、で、まあ、バックプリントこんな感じ。トラビス・スコットが来たんですけど、もうそういうのは関係なくなってますね、この辺に関しては。まあ、この T シャツの良さ、思いに関しては以前にね、何回も社長が説明しておりますので、ちょっと割愛させていただきますけども、先ほどの T シャツ、まあ、中間くらいのフェード具合だったんですけど、これに関してはもうほぼがっつり色が抜けてると、で、ごくごくね、稀に薬品で色を抜いてる T シャツとかが、まあ、グッドフェードっていう感じで出回っております。あれは明らかに加工で作ったようなフェード具合になってるんですけど、これに関してはそうじゃないですね。だからプリントの感じとかっていうのも特に背面だと分かりやすいんですけど、かなりかすれてます。まあ、ここまでがっつり色が抜けてプリントがなくなってるにもかかわらず、フロントおよびバックのところに大きなダメージが見受けられないと、これはかなり評価高いですね。タグウィンターランドの XL とサイズ感も申し分なしです。身幅もしっかりありますということで、よろしければね、僕の着用動画見ていただいた上でご検討いただければと思います。はい、続きましてダウンワードスパイラルです。デザインはもう説明しなくていいと思います。今までね、グレートランドでは何枚も何枚も販売してきておりますっていう中で、やっぱりこのデザイン、まあ、サビ感のあるようなこういったデザインはこうフェードとか色落ちとものすごい相性がいいですよねっていうのが結論ですね。なので、まあ、ピンピンの状態っていうんですか、真っ黒な状態にこのデザインが入ってるっていうのも、まあ、いいはいいんですけど、どうせならこのダウンワードスパイラルのデザインは雰囲気がいい T シャツ個体っていうのを僕としては推したいという部分で、これに関しては、まあ、そこそこ色落ちしてるプラスダメージの入り方非常にかっこいい、リアルな感じですね。フロントとかはね、ちょっとブリーチ跡が飛んでたりとか、でもそこまで色の抜け方がきつくないんで、プリントが変に悪目立ちするっていうのもないんですよ。白でね、メインでプリント入ってるんでね、どうしてもね
ね黒のボディとかだとあのプリントが目立っちゃうんですけど、そういうのもいい感じに馴染んでくれてて、まあここ最近入荷してるダウンワードスパイラルの中では僕はかなり上位に入ってくる個体かなって思います。まあ、タグ飛んじゃってますけど XL で間違いないかなと思いますので、この辺も合わせてよろしくお願いします。はい、もう背面見せちゃいますね。はい、リザードです。スネークバスに比べて入荷は少ないリザードですけど、ここ最近、まあ、ちょこちょこ出てますね、出してます。はい、ということで、まあ、丸ボロなんでサイズ感もちろんいいです。でこれはね画面で伝わるか分かんないですけど、全体にね、まあ、ややブリーチ跡がついてます。ブリーチ跡っていうほどでもないんだけど、まだらにね焼けのような感じでブリーチが入ってるんですよね。でこの雰囲気っていうのがかなりいいなと思って入れさせていただきました。まあフェードしてたりとか、まあ、フェードしてるしてないとか全体の色味の話っていう風になると、結構そのフェードしてる T シャツっていうのは、まあ、あるはあるんですけど、ある程度こうやって色が残ってて、まあ、焼けのようなブリーチのようなこういうような感じのものが入ってる T シャツっていうのは、まあほとんど僕は見たことないですね。まあこれポケット T シャツなんでね、ポケットのこうステッチのとこにも当たりが入ってたりとか、丸ボロの中でも雰囲気として見ればかなりいい個体かなと思います。でまあボディ自体は比較的綺麗なので、まあ、ダメージもなくて、これからガンガン着ていただけるんじゃないかなと思います。まあこういうようなブリーチの入った個体ガンガン着てどん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 色落ちてくると、徐々にかっこいい雰囲気になってくるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、タイタニックですね。この T シャツね結構入荷してます、グレートランド。はい、ただ、そのほとんどはね、あの状態がいいものっていうか、ボディが比較的綺麗なものが多い中、まあ、これ比較的サイズ大きくてそこそこ綺麗に色が落ちてます。背面こんな感じで、これに関してはね、まあ、もちろん雰囲気はいいんですけど、タイタニックとかムービー系の T シャツで雰囲気がいいものって実はねあんまり入荷できてないんですよね今まで。っていうので、この辺も今回エントリーさせていただきました。はい、サイズも XL なので、いい感じで着用いただけると思います。まあ、詳しくは着用動画参考にお願いいたします。はい、ディズニートワイライトゾーンタワーオブテラーですね。はい、バックプリ入っております。こちらの T シャツデザインだけでかなり評価の高い一着となってます。入荷してもね結構すぐうちの店で売れることが多かったデザインですね。でこれに関しても、まあ、雰囲気がいいというところで、まあ、じゃあどの辺がっていうとこなんですけど、まあ、ボディの体色は結構綺麗です。けど今回伝えたいのはそこじゃなくて、このプリント部分なんですけどね、このトワイライトゾーンの T シャツって結構発色きついんですよ。まあ、画面でも伝わってると思うんですけど、っていう中でこのブルーとかパープルとか、このなんていうの、ティファニーブルーみたいな部分のプリントが結構落ち出して、まあ割れもだいぶ入ってるんですけど結構落ち出して、その下に塗ってる白のプリントがねところどころ出てきてるんですよね。でもともとかなり厚塗りでプリントが入ってるので、まあちょっと来たりして縦にガッて割れたとかだとこういう風な全体的に薄くなる体色ってしないんですよ。だからその辺が、まあ今までこの T シャツ販売してきた中でここまで色が全体的に淡くなってるっていうか、いい雰囲気に仕上がってる T シャツっていうのはあんま見てこなかったなっていうので今回入れさせていただきました。ボディもややステッチのところとかはねしっかり黒のステッチが浮くくらいまでは色が抜けてるので、そういった墨黒のディズニーの T シャツをお探しだった方にもおすすめしたい一着かなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ピンクフロイド、アニマルズなんで93かな、コピーライト入ってます。1993ですね。そうですね。でこれね海外で買い付けてきた動画を過去に出してると思うんですけど、その時に、お伝えしてると思うんです。黒のボディに対してまあグレーっぽいような感じでこの背景、まあオーバープリントのりでちょっとプリントが入ってて、でここ刺繍なんですよね。で赤のプリントとこの刺繍の部分と赤の部分がまあいい感じに差し色になってるので、綺麗な状態の黒のこのデザインの T シャツを、まあ、着ていっていただいて退職していくといい雰囲気に仕上がってきますよ。めちゃくちゃまあおすすめです、お値段的にもっていうような感じで説明をさせていただきました。それの退職したらこんだけかっこよくなるんだよというのの T シャツです。はい、まあね綺麗な状態で購入いただいて自分で育てていくっていうのもいいとは思うんですけど、まあ正直 2,3 ヶ月とかじゃ全然ね退職とかその雰囲気
気変わったなっていうのは実感いただけないと思うので、まあお手元届いてすぐにいい感じの雰囲気の T シャツ着たいなっていう方にもぜひとも購入していただきたい一着ではございます。サイズ XL かな、 L でした、 L ですけど、XL だとお考えください。かなりでかいです。はい、よろしくお願いします。はい、ポール・マッカートニー、雰囲気最高ですね。ブロッカムの L、 ブロッカムの L なのにこの身幅残り、はい、でブロッカムなので、着丈の縮みはちょろっとあって、この綺麗なボックスシルエットで着ていただけると、まあこれはもうデザインはもちろんいいんですよ、めちゃくちゃいいんですよ。そこよりもう全体的な雰囲気ですね。まあダメージも入ってはいるので、この辺はもうその選択肢に入る方入らない方がまあズバッと分かれると思います。はい、なので共感いただける方はぜひとも押さえておいていただきたいですね。ヴィンテージ T シャツのまあ醍醐味の詰まった一着と言っても過言ではないと思いますので、この辺、まあ、雰囲気いい T シャツ一着は欲しかった。まあ雰囲気いいだったりとか、まあよく僕が聞くワードとしてはオーラ感じましたとかっていうのはインスタグラムの DM とかで商品お手元届いてお客様からいただくんですけど、もう本当こういう風な経年変化でしか出せないような雰囲気、もう全部詰まってるような T シャツですので、でかつこのボックスシルエットで着ていただけると、はい、よろしくお願いいたします。ラストですね。はい、マンソン警察官、もうねデザインはね、すいません、このデザインはもう高いです、もうそれはしょうがないと。これねものすごい綺麗な、まあ、色味だと思いません？ボディの色、これボディがねヨーロッパなんですね。ユーロの XL、 これを最後に持ってきた理由としては、このユーロボディの良さを皆さんにお伝えしたいと、はい、前々から僕思っておりまして、最後に入れさせていただきました。なので、まあ、デザインは申し分ないんですけど、そこよりこのサイズ感とこの体色の仕方、ユーロで多いのが、ユーロの XL で多いのがって言ったが正しいですね。肩幅、袖丈結構がっつりあります。で袖の幅も結構大きいですに対しての、結構着丈がねしっかりめに縮んでる個体っていうのが多いんですね。でこれを着ていただいた時に、どういう風なシルエットになるかっていうと、ロンティーと重ねていただいた時に袖は、肘くらいまで着ます。だけど、インナーが結構がっつり出るくらい丈が短いと。でも身幅があるんで、こう背中見た時にね、綺麗にこう重ね着してもらった時に上に乗るんですよね。乗るっていうかね、背中のシルエットがかっこいい。でかつこのグレーにまで綺麗に全体的に退色するっていうのは結構ユーロボディでは多いので、本当、まあうちのお客様でよく聞くのがボディがやっぱアメリカのやつがいい、まあ、ジャイアントだったりとか、それこそウィンターランドとかがいいっていうお声が多いんですけど、マジでもったいないと思うんですね。本当にユーロボディめちゃくちゃいいですから、っていうのを、まあ、今回お伝えしたくて入れさせていただきました。はい、こちらもサイズ XL ですので、いい感じで着ていただけると思います。夏にね、長いパンツとかに合わせて1枚で着ていただいてもいいですけど、この辺は、まあ、個人的には一番かっこいい着方は重ね着かなと思ってますので、はい、まあ、このデザインでね、こんだけ雰囲気がいいっていう答えもかなり珍しいので、はい、ぜひともご検討いただければと思います。はい、以上ですね。ちょっと長くなっちゃいましたけども、結構伝えたいことがありまして、はい、本日18時に店頭追加と、21時からオンラインストアで販売開始となります。最後までご視聴ありがとうございました。グレートランド響きでした。